マーク・ウォールバーグ、マーク・ロバート・マイケル・ウォールバーグ、マーク・ロバート・マイケル・ウォールバーグ、1971年6月5日台は、アメリカ合衆国の俳優、プロデューサー、歌手である。名字は、ウォールバーグとも表記される。マサチューセッツ州ボストンの貧しい家庭で、9人兄弟の末っ子として生まれる。スウェーデン、アイルランド、イングランド、フランス系カナダ人の血を引く。 高校中退後、様々な職につくが身につかず、ドラッグや暴力沙汰に明け暮れた。十五歳の頃には、遠足中の黒人児童たちに投石して負傷させ、人種差別的な言葉を叫んだことがある。十六歳の時には、コカインとアルコールで命定した状態で、ベトナム人男性を襲撃し、人種差別的な言葉で罵りながら、木の棒で殴りつけた。このためウォールバーグは、 殺人未遂の容疑で起訴され、暴行の罪を認めて、ボストンの管会員に収容されたが、わずか45日後に出所している。このほ二21歳の時には、近所の住人に言いがかりをつけて、暴力を振るい、顎の骨を砕く重傷を負わせたこともある。当時、ボストン警察には25回も世話になったという。やがて反省し、自身の行いを改める決心をした。 2014年、犯罪歴の抹消を、マサチューセッツ州に申請したが、2016年却下、された。兄であるドニー・ウォールバーグが在籍していた、ニュー・キッズ、オン・ザ・ブロックの前身、ナヌーク時代に参加していたが、ニュー・キッズのデビュー前に脱退。その後、ラップバンド、マーキー・マークザ・ファンキー・バンチを結成。兄、ドニーのプロデュースもあり2枚のアルバムをヒットさせた。 中でも、グッドバイブレーションズは大ヒットし、1991年10月5日付のビルボードのシングルチャートビルボードホット100で1位を獲得した。また、カルバンクラインの下着モデルに起用されて話題にもなった。1994年に映画デビューして以来、現在は俳優の仕事に専念している。2006年に出演したリッパーテッドの演技は高く評価され、 第79回アカデミー賞助演男優賞や第64回ゴールデングローブ賞助演男優賞にノミネートされた。2010年には自身が主演、制作も手掛けたザ・ファイターがアカデミー作品賞にノミネートされるなど高い評価を得た。テレビシリーズのプロデュースも多く手掛けている。2010年ハリウッドウォークオブフェームの星を贈られ殿堂入りを果たした。 2017年、最も稼いだ俳優1位に選ばれ、1年で6800万ドルを稼いだ。2018年、ゲティの身の白金にキャスティングされていたケビン・スペーシーが、自身が起こしたセクハラ問題で急遽降板になってしまったため、代役にクリストファー・プラマーを立てて、再撮影を行った。その再撮影の際、共演者であるミシェル・ウィリアムズのギャラが1000ドル。 約11万だったのに対し、マークのギャラは150万ドルであったことが明らかになった。これに対しミシェルは男女間での報酬差を指摘し、話題を呼んだ。その後、約1週間ほどの沈黙の後、マークは受け取った150万ドルを、タイム、エスアップ、セクハラ撲滅運動基金に、ミシェルの名前で全額寄付したことを公表し、僕は、 正当な報酬支払いのための戦いを100%持ちするし、僕はこのギャラを彼女の名前で、タイム、エスアップに全額寄付する。と、SNS で表明した。そして、彼が所属するエージェント、ウィリアム・モリス・エンデバー・エンターテイメント、ワムも追加で50万ドル、5、500万円寄付したことを明かした。これに対しミシェルは、マークとワムに感謝し、アンソニー・ラップ、 スペーシーから少年時代セクハラ被害を受けたことを告白した、私たちはあなたの味方である。とコメントをした。もともと筋骨隆々でマッシブな肉体であったが、役作りのための肉体改造も精力的に行っており、短期間でその役柄に合わせて体型を変えてしまう。例えば二0 1三年公開のペインゲイン史上最低の一角千金では、 実在した、ボディビルダーの役であったため、7週間で 75kg から 95kg へ、高強度なウェイトトレーニングと1日10から12食に、して大量カロリーを摂取し、約 20kg の増量に成功した。この時態死亡率は13%ほどだった。その後、ローンサバイバーの、撮影ため 6kg ほど減量し、そのまま、トランスフォーマー。 ロストエイジも撮影。ザ・ギャンブラーの撮影のため、6週間で8 9ラムから6 2ラムまで落とす過酷な減量をあえ、ギャンブル依存症により精神的、肉体的にも痩せこけた主人公を演じた。この時の減量方法は1日3食をココナッツ魅力に置き換え、有酸素運動で体重を落としたとのこと。 家族や仲間とご飯に行く時も自分は彼らが食べるのを見ているだけとても哀れに感じた。と発言し、減量目標体重である6 2ラムを選んだ。理由を尋ねられると、ブギーナイツに出演した時、二25歳で6 3ラムだったんだ。今43歳で、当時の自分の体重を下回れるか挑戦する意味で、この目標にした。と言った。 妻からは日に日に痩せていき、唇も青く変色した姿を見て、今のあなたは自分を痛めつけているだけ。役作りのためとはいえ、キャリア変更を検討した方がいいじゃないのか。と本気で心配されるほど過酷な減量だった。撮影終了後、ペットニア、やトランスフォーマー、最後の基士王のように次に控えている映画のために、痩せた状態から、 以前のような筋骨隆々な肉体へと戻した。現在も次回作、マイル22のために肉体改造をしていて、体脂肪率が6%以下を目標にワークアウトをしている。自身のブランドであるパフォーマンスインスポイド、ヌートリションの製品を使い、日々のトレーニング動画をインスタグラム等に投稿している。このような肉体改造について、マークは、 目指している体に仕上げてしまえば、あとはそれを保つだけだから楽になる。と自身のトレーニング動画で発言している。婚約していたレアダーハムとの間に3人の子供がおり、2009年8月1日に2人は結婚した。2010年1月11日には4人目の子供、マーガレット・グレースが誕生。2012年6月から、 高校卒業資格獲得を目指し、マサチューセッツ州に開設されたオンラインによって、高校卒業資格が得られ強化プログラムを履修しているという。2012年、アメリカ同時多発テロについて、自分が乗っていたら墜落しないで済んだと発言し問題となり、すぐに謝罪した。タトゥーを好んで入れており、全身に9個ほどのタトゥーがあった。 左足首20代の頃初めて入れた、シャムロック、アイルランドを象徴する花田が、ロサンゼルスに越した時に、トゥイティーバードに描き変えた、左肩に、ボブ・マーリーの顔と、曲名、ワン・ラブを、右肩に、イニシャルの目側と、首元から、胸部中央にかけて、ロザリオのタトゥーを入れていた。2010年頃からタトゥー除去のため、レーザー治療を受けていることを明かした。 理由として入れたタトゥーの一つ一つに大事な意味があるけど映画に出演するたびにメイクアップで隠すのに来たんだよとインタビューで述べた自身の子供にもタトゥーを入れて欲しくないという気持ちから子供たちを治療に立ち合わせ入れる時よりも何倍痛い治療を間近で見せそのメッセージを伝えたというちなみに当初は医者から8から10回で除去できると言われていたが かれこれ30回以上治療を受けているとのこと。2017年11月、イギリスで行われた、パッパ VS 新しいパパ2のプレミアに参加した際、左手薬指に、彼の妻の名前である、リアのタトゥーが新しく確認された。同じく俳優のマットデーモンにしばしば間違われる。お互いによく勘違いされるため両者間で、ファンには間違いを指摘せず、 できるだけ親切にすることを決めたそうで、実際にマークは、新しいボーンシリーズ、マットの出演作品を楽しみにしててね。と返してあげたり、お互い連絡して、笑い話にしているとのこと。ちなみに二人とも同じマサチューセッツ州の出身で、同年代でもあり、リッパーテッドにも共演している。経験なカトリックのキリスト教徒である。2017年シカゴのイリノイ大学の、 UIC パビリオンにおいて、ブギーナイツ出演は人生におけるキャリア選択の最も大きな失敗の一つだった。神様が映画ファンであり許してくれることを祈る。と述べた。マーク・ウォールバーグはいくつかのフランチャイズブランドをプロデュース、所有している。パフォーマンス・インスポイド・ヌートリジョン・プロテイン等のスポーツサプリメントの販売やキハイドレート。 アスリート向けアルカリ性飲料水の販売、ショーン・コムズ、ラッパーと共同ー・アール・ウォール・バーガー,アーズ、ハンバーガーレストラン2011年、アメリカ合衆国マサチューセッツ州を皮切りに、アメリカ国内でおよそ20店舗、カナダに2店舗フランチャイズ展開している。同名のテレビドラマ、リアリティショーも放送し、マーク・ウォールバーグ、共同経営者である実刑のドニー・ウォールバーグ、ポール・ウォールバーグ、 実母が出演している。レストランのアジア進出も視野に入れており、中国の三都市で開店する予定。マーク・オールバーグ・シェベレリー2018年7月、オハイオ州、コロンバスにて、シボレーの正規ディーラー店を買い取り、オープンさせた。ビジネスを始めた理由として、若い頃に、車の販売やチューンナップなどの車に関わる仕事をしていたから、もともと自分が好きなことだったし、 シボレーというアメリカを代表するブランドなのでぜひやりたいと思った。とコメントした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。